薫風に素合わせのたもとを吹かせて江戸の風物は一番嬉しい時ですが、仕事となると町々の青葉にも山ほととぎすにもこだわってはおられません。このうちですよ、親分。お稲荷様の鳥居の裏、八五郎はざわざわしている小さいうちを指さします。およ、銭形の親分だ。顔見知りらしいのが言うと、近所の衆が慌てて立ち上がりました。後に残ったのは若い男が二人だけ。私はこのうちのせがれの幸之助と申します。ご苦労様で。青白いが25、26のいい男がまず挨拶しました。おめえはこのうちにいなかったのか。へえ、本町二丁目の田島屋に奉公しておりますので、親父が死んでいるという急の知らせで駆けつけました。まさか殺されていようとは。幸之助の声は濡れます。お店者らしい洗練された若者ですが、いかにも華奢で気が弱そうです。おめえは。平次はそのそばにいる30近い、これは頑固な体を持った武男に話しかけました。倉松と申します。東秀斎の内弟子で、ゆんべは3月の3日と5月の5日は休むことになっております。玉の骨休めですから、師匠に留守番をしていただいて。どこへ行ったんだ。平次は死骸の前でケラケラ笑っているこの男の不謹慎さを咎めるように厳しく追及しました。牧町で一晩過ごしました。相手をしたのはお千代というとんだいい女で。ああ、八五郎はとうとうたまりかねた様子で決めつけます。親方が殺された晩、江戸で一番下等なバイタを相手にしたのろけを死骸の隣でぬけぬけ言い出しそうにするのです。ところで仏様は。平次は八五郎を目顔で抑えて早速仕事に取り掛かります。こちらにそっとしてありますが。せがれの幸之助は壁隣の六畳に案内しました。その部屋は主人の居間らしく、少しばかり調度が置いてあり、部屋の真ん中に座布団が2枚、その座布団をめちゃめちゃにシワにして、主人の東秀斎栄吉は締め殺されているのです。締め殺されているのはその顔のほんの少しの特徴で、平時にはよくわかりますが、その死骸のそばには縄も細引きもなく、死骸の首には紐の跡もありません。これはどうしたことでしょう、親分。顔はむくんで目玉が飛び出しているし、唇に傷があるところは間違いもなく締め殺されたんだが。八五郎は小首をかしげました。唇の傷は猿器のせいだが、紐の跡がなくって喉仏がやられてるのは柔の締め手だ。へえ。八五郎は肝を潰しました。見ろ、体はあざだらけで、ところどころに火ぶくれがある。おめえでも見当はつくだろう。平次は丁寧に死骸を調べながら、全身にひどい皮下出血のあることや手足にやけどのあるのを指摘しました。何が何やら少しもわかりませんね。死骸は羽織を着ているが、羽織の紐が取れているだろう。この通りとんでもねえ方に放り出してあるが。平次は部屋の隅からつくねるようにしてあった2本の紐を持ってきました。それをどうしたんでしょう。手は後ろ手に刺して、右左の親指を2本並べて縛ったのさ。そうすりゃ羽織の紐1本で台の男が動けなくなる。あとの1本は。それで足の指を並べて縛ったにちげやるめ。その上猿靴輪をかませりゃ、どんな拷問にかけてもグーとも言えねえはずだ。拷問ですか、親分。体中の傷と火傷はそう思うほかはあるめえよ。ことに火傷はキセルでやったものらしい。ひでえことをしたもんすね。最初は向かい合って座って穏やかに話をしてきたことだろうな。話がつかなくなって相手は東秀斎を手ごめにし、声を出させねえために当て身ぐらいは食らわせたかもしれねえ。溝落ちの急所が少しやられている。それから猿靴輪で手足を縛って拷問に取り掛かったんだ。へえ。どうしても東秀斎は口を割らねえから喉笛を閉めた。最初は殺す気がなかったかもしれねえが、腹立ち紛れに力が減ってとうとう落ちてしまった。その上悪いことにはいろいろ手を尽くしても生き返らなかったらしい。見ていたようっすね、親分。平次の推理のよく行き届くのに驚いたのは、
八五郎だけではなく、せがれの幸之助も、内弟子の倉松も、その後ろから覗く顔のどれもが肝を潰しております。すると、誰がこんなことをやったんでしょう、親分。そいつはこれから調べるほかあるめえよ。ともかくも、五月人形がくせえ。幸之助さん、今の話は聞いたこったろうな。せがれの幸之助はつままれたような顔を上げました。おめえの父親へ誰がこんなことをしたか見当ぐらいはつくだろうな。平次は自信に満ちた調子でせがれの幸之助に尋ねました。それが一向に私にはわかりませんが、私は不器用で人形師になれそうもなく、親父も愛想を尽かして今から8年前、親父の仕事の上の禁酒でもあり、飲み友達でもあった田島屋の先代の徳右衛門さんにお願いして、はかり人のような奉公人のような店中の者に羨まれるような奉公をさせていただき、それから引き続いて今のご主人の厄介になっております。時々は親の家へも参りますが、毎日そばにいるわけでもございませんので、近頃は親父がどんな人と仲良くしているか、どんな人に恨まれているか、まるで見当もつきません。幸之助の言うのはもっともでした。人形師を嫌って商人になった子には、名人かたぎの当主祭が大した親しみを持たず、そのため立ち入った話をしなかったというのもうなずけます。当主祭というのは全くの江戸の職人で、機関機らしい中老人ですが、体はまことに貧弱で、これなら相手はそんなに力や腕がなくとも取って押さえて拷問にかけられないことはありません。おめえにはわからねえのか、当主祭は日頃どんな人と懇意で、どんな人と仲が悪かったんだ。平次は内弟子の倉松に話しかけました。びくに会ののろけを言う三重男ですから、あまり賢そうではありませんが、この男が飛んだ器用者で、師匠の当主祭は自分のせがれの幸之助よりも当てにしていたと、これは後で聞いたことです。誰と言って、田島屋さんの先代の徳右衛門さんとは仲が良かったようで、人様に恨みを受けるような人じゃありませんが、仕事が上手で金に綺麗だったので、仲間からは邪魔にされておりました。倉松の言うことはこれが精一杯です。ゆんべおめえは一度もこの家へは戻らなかったのか。牧長のお千代に聞いてくださればわかりますが、花尼がかじりついて話さなかったんで。八五郎はムカムカするらしく、窓の外へペッと唾を吐きました。通いの弟子二人はこの時駆けつけてきました。昨日の今日ですっかり朝寝をしているところへ、これも急の使いで慌てて飛んできた様子です。鶴次郎と今朝松という18に17の若者二人とも元服したばかりの、これは何を聞いても埒が明きません。平次と八五郎は人当たり近所の噂も集めてみましたが、当主祭には殺されるほどの敵があるはずはなく、少し頑固ではあったが、江戸っ子らしい気前のいい中老人で、誰とでもすぐ仲良しになれたということでした。昨夜は客があったらしく、珍しく大きい声で話をするのが聞こえたが、間もなくパタリと止んで、今朝死体が発見されて驚いたというだけのことです。たった一人、町ゆえ行った帰り、派手な羽織を着て、この暖かいのにおこそ頭巾をかぶった女が、当主祭のうちへ入ったのを見たという人がありました。それは間違いがありません。今時あんな羽織を着るのは、辰巳の芸者衆でなきゃ女芸人でしょうよ。背の高い、顔は見ませんが、そりゃいい様子でした。それは当主祭のうちの裏に住む女房でした。時刻は4つ、10時少し過ぎ、それ以上のことは何にも分かりません。第三章。平次はそれから人形を壊されたうちというのを三軒順々に回ってみましたが、どちらも五月になって蔵から五月人形を取り出し、子供のために飾ってからの出来事で、夕暮れ時のどさくさに紛れ、くせ者は人形を飾ってある部屋に忍び込み、手当たり次第に荒らしたというだけで、
何の証拠も残さず、取られたものもないので、全く捕まえどころもありません。だがそれから2日、事件は思わぬところに発展しました。人形を荒らされた3軒のうちの一つ、本町2丁目の呉服屋、田島屋徳之助のうちで、主人の徳之助とその義理の母親、つまり仙台徳右衛門の女房で女隠居のお今、毒を盛られて、主人は若くて元気なだけに助かり、年をとって日頃体の弱かった母親のお今はとうとう死んでしまったという事件でした。ほうとうやりやがったな。田島屋からの使いで平次は飛んで行きました。日本橋の目抜きの場所で繁盛している田島屋の店、不気味な人殺し騒ぎなどがあろうとは想像もつかない堂々たるものですが、主人の徳之助はようやく命だけは取り留めて、銭形の親分、とんでもないいたずらをされました。人形荒らしはともかく命まで狙われちゃかないません。他下手人を捕まえて思い知らせてやってください。青い顔を上げて平次に頼むのです。三十を四つ五つ越した立派な男前で、先代が死んで2年になりますが、今ではもう王朝人の跡取りの貫禄は十分、商売仲間からも立てられております。精悍な感じのするいい男ではありますが、体は小さい方、身の回り調度もなかなか整っており、江戸の通人の一人として近頃めきめきと評判の高くなった男前です。